こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ウォーミングアップを一緒にやろうというコーナーですが、左手のバランスがやっぱ悪いという人がすごく多いので、こういう練習をします。この間お話しした通り、8分音符を叩いて反対の手を入れると、で反対のクオリティが低くてもいいという話をしたと思いますが、左手スタートだと、これはミックスした練習があって、これがですね、まず右が8分音符1小節ずつ、そしたら今度左手から16分音符を、で右手抜いちゃったら今度8分音符が左手になると、でこの右から16というふうにこれを練習していくんですが、まあ何でもそうですが、1分ぐらい続けれると、ウォーミングアップになるので、1分間の、テンポのものを僕80から、20ずつテンポを変えてやっていきたいと思います。だからこの説明を見てる間に、これはいそいそと準備していただいて、じゃあ僕始めるよって言ったところで一緒にこれを見ながら練習してもらえば、ちゃんとこの、自分のこのこっちからの視点のものもちゃんと用意してありますので、こうやって。で、しか、練習するときは大事なのは、僕の考え方的には、ロックはこうやって叩き落とすんですけど、ジャズの場合は一番難しいのは長い音というか、音を上でコントロールしなきゃいけないので、なので、上で待ってるってことですね。で、要は、上で待ってて落とすだけだと力をここからここまで入れるだけで済むので、という風な形で練習して、だから上で待ってて反対の手からスタートして上で待ってるという、だから途中でこう一回、下でこう、例えばこれを下で待たない、そうすると上に上げなきゃいけないし、下に落としてしまう、力が加わってしまうので、それをやらないようにしていただければと思います。それではやってみましょう。テンポ80で 1 0 0でいきます。1 2 3 4。テンポ120 1 2 3 4
今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。